に来てしまうのだろう。マルバスは一人ぼっちで寂しくて未来に何の希望も持てなかった私に何度も会いに来てくれた。望みなどとうにないと思っていたが、どうやら私は君と共にいる未来が欲しいらしい。もしも明日に触れられたら、きっとあなたの彼女は私の契約者だ。契約だからとか関係ない。あなたと一緒にいたいんです。悪魔が何も見返りなしに人間を助けるような真似するはずね。目的は何だ。何かあれば伯爵ブラックベルケを訪ねてくださいね。おい、てめえなんでこんなところにいるんだよ、マルバス。ついに訪れた粛清の時、ブラックベルケを討伐する。戦おう、共にだ。私は君を信じている。はい。のけものたちの夜。